じゃあちょっとやろうか、始めて。はい、財布戻ってきたんですけど、お金が全部抜かれてて4万円なくしました。イエーイエー。ん、あ、どうも。携帯なくしたぜ、イエー。てかね、僕に続きモルさんも携帯なくしたというね。まあ、ウィルコムの方だったのがね。トミキさん、何をおならしてんの。まあ、ウィルコムの方だったから、ちょっとまあ不幸中の幸いってやつですよね。そうだ。まあ、お金は取られたけど、ね、保険証とかがあったっていうのと同じですよ。大丈夫ですね、まだ。今なんで見てるの。しかも、やっぱり、4万円っていうのはきついんですよね。本当に参りました、正直。参りました。だけど、とんでもない京都旅行になっちゃったんですよね。モルさん、今回ですね、この携帯、はじめくん、モルさんと俺今ショックでいっぱいなんですよ。はい。だけど、本当に京都旅行楽しかったんですけど、トラブルもいろいろあって、うん、けどやっぱりこう、いろんな人たちにスカちゃん会えたのでね。でかかったですね。でかかったですね。トミキさん、あの iPhone のケースどこ行った。え、そこに落ちてない。え、ないって。おい、やばいって、ないって。やばいって、やばい、ない、なくした。被害者が出る中で、この旅が無事に終わるのか。ババーン、マジで iPhone ケースどこ行ったよ。ハロー YouTube。 じゃな、じゃな。あの、あれは、一周するとこはちょっともう一回取り直す。手で持っていい？取り直した方がいい。そう、そうする。俺取り直すわ。うん。一周するで。Thank you.